キリを確かめて最後はシルブの去年のこのレースの結果です。収まって14投げに発表スタートしました。まずは最初のホールストレッチジャイアンティアイアンスクで3番アイアンバウンです。アイアンバウンスが先頭を落として6番ミクソロジーに並べていきました。4番後ろ11番のライネルテレビス3コーナーカーブです。その後ろからコバックルミラム14番のオーデンスカップが後ろから4投目、今先頭までの13馬身3コーナー中間です。10番サンライズソレイユ9番のワードアゲル最高峰カナダ名称を見て少し先頭と最高峰の差は詰まりました。それでも17馬身になります。4コーナーカーブ13頭を引き連れて去年の馬車アイアンバローズが逃げます。リード1馬身の報告を引きつけました。2番手6番のミツロジーに3番手は1番のクルーでその4番のシュバゲルを先頭まで3馬身のところまで来ました。2番手6番ミツロジーで3番手奥は外から4番シュバゲルコーチが3番手に進出今度4番手2番手クルーで最後は僕を抑えるバトルを